8日、日本時間9日、ナ・リーグ地区シリーズ第3戦パドレス6の5ドジャース、サンディエゴ、ダルビッシュ絶叫、ドジャースに勝利視点を見上げ雄たけびを上げる、写真。あとがない、崖っぷち。ドジャースの状況を問われる回数が多くなるにつれて、大谷翔平は少し苛立だったようにも見えた。少しとは家会見で感情が出ることは珍しい。さっきから言ってますけど、 2連勝すればいいゲーム。あとがないという感覚自体が今の僕にはない。もう2連勝すれば OK。いいことも、悪いことも、すべては、過去、と捉え、未来を変えるための努力に邁進する大谷らしい言葉だった。そして、力強く言った。流れを持ってこられれば、必ず2連勝できる。ワールド・ベースボール・クラシック準決勝。 メキシコ戦でも同じような言葉があった。1点を追う土壇場9回、戦闘で打席に入った大谷は、必ず塁に出ると決めていた、と語った。出るつもりだったではなく、決めていた。強い意志は逆境だろうが、ぶれない。フリーマンは満身創痍、創痍、で、ロハスは怪我で途中交代。大事な主力の2人は手負いで、第4戦は圧倒的なアウェーの中でブルペンゲーム。 ドジャースの不利な要素は多いが、大谷は勝ち上がるイメージしかない。ここまで1勝2敗というのは考える必要はない。